よし、行こう。そうはいきませんよ。あなたたちをバラバラにするわ。みんな。いけない、すぐに近くの人と手を結んで。まずい、僕がみんなと一番遠い。テレポート。そ、間に合わない。そう。うわぁ。いきなりひどい目にあったよ。それにしてもまさか、スタート早々作戦が狂っちゃったな。さて、気を取り直して、飛ばされたみんなと合流しようか。それにしても、ここって一体どのあたりなんだろう。近くに誰かいないかな。足音。あの後ろ姿はマリサだ。おい、マリサ。あ、すいません。私のこと、呼びました。どうしたのマリサ、そんなによそよそしくして。あ、すいません、よく言われます。え、本当どうしたの？早く宝玉を取りに行こうよ。え、宝玉、何のことか、わからないんですが。え、あれ、何か様子がおかしいな。君、霧雨マリサ、だよね？はい、すいません、自己紹介もせずに。え、自己紹介も何も、僕たちいつも一緒に実況をしたりして一緒にいるよね。え、すいませんが、人違いでは。そんなことないよ、絶対に間違いないよ。ですが、私、あなたと出会ったのは今が初めてなんですが。おかしい、こんなことがあるわけない。くそ。あ、あの人、何か落としていった？綺麗な石？いけない、あの人に渡さないと。一体どうなってるんだよ、マリサが僕のことを忘れているなんて。そういえば、幻想郷の村にまだ来たことなかったな。ここで何人かに情報を聞いてみよう。もしかしたら何かわかるかもしれない。あれはチルノと大妖精。けど、なんだかいつもと雰囲気が違う気がするな。おい、チルノちょっとお金貸してくれない？次返すからさ。いつとは一体いつですか？返却期限とお金を貸すのですから、リストも踏まえて。細かいことはどうだっていいんだよ。早くよこせよ。まったく、暴力と横暴でしか自分の存在価値を見出せないとは。わかりました。それであなたが満足するなら、貸して差し上げます。たったの3000円かよ。ほら、お金は貸してあげたのですから、早く好きなところへ行ってください。今回はこれで勘弁してやるか。さてこれで駄菓子屋さんのスーパー暴力時を制覇するかな。はぁ、まったくいつまで経っても成長しませんね。そこでずっと立っていた人ですか？私に何か用ですか？確かチルノと大妖精って仲がいいんだよね。さっきの会話を聞いて、どうやってそう思えたのですか？理解に苦しみます。やっぱりおかしい、マリサといい、さっきのチルノと大妖精、仲が悪くなってるのもそうだけど、今まで会った3人の性格が僕の知っている3人の麻薬の性格になっている。今は宝玉争奪大会が開催されているんですよね。何かの地域の行事か何かですか？私はそんな大会は聞いたことありません。え、確か宝玉争奪大会は幻想郷全体のイベントだったはずだよ。と言われても私は知りませんし、聞いたことありません。もう行ってもいいですか？早く塾に行かないといけないんですが。ああ、止めちゃってごめんね。それでは失礼します。困ったな、余計にわけわからなくなったぞ。他にも情報が手に入りそうな人は。うわ、何？てめえ、何してくれてんだよ。てめえは一体どこに目をつけて走ってんだ。ごめんなさい、急いでいたので。ピンクの日、人はだ、大丈夫ですか？あんなババアはどうだっていいんだよ。それより、お前とババアのせいで、危うく私の服に泥とてめえらの汚え赤がつくところだっただろうが、切られる覚悟はあるんだろうな。まずい、早く止めに行かないと。待ってよ、ヨウム、そこまでしなくていいじゃないか。てめえ、見かけない顔だな、どこのやつかは知らんが。そこのやつをかばうつもりなら容赦しねえぞ。それなら僕だってこれ以上マリサを傷つけるなら容赦はしないぞ。こいつ、強気だな。ここは退散するか。今回はうざいババアを気絶させたから特別に許してやるよ。ピンクの人は。そこら辺に置いとけば、勝手に家に帰ってくるだろ。今日は久しぶりにババアの護衛の必要もなくなったし、適当にブラブラすっかな。やっぱり人里は怖くて、冷たい人ばかりだな。早く用件を済ませて森に引きこもりたいよ。僕の知っている用務とは完璧に麻薬だね。というか真面目で忠実な人って麻薬な性格になるとああも変わってしまうんだね。マリサ、大丈夫？はい、助けていただいてありがとうございます。あなたって強いんですか？いや、全然。え、それなのにどうしてあの用務に立ち向かえたんですか？
あの時は後先考えなかったから、はっきり言ってわかんない。でも、どうにかしなきゃ、って思ったら自然とヨウムに対抗してたよ。わからない。どうして人のためにそこまでできるんだろう。どうして知らない人のためにそこまでできるのですか。別にマリサやヨウムは知らない人、じゃないんだけどね。多分ここは僕が知っている世界じゃないんだよ。知っている世界？僕の知っている世界はチルノと大妖精はすごく仲が良かったし、ヨウムもあんな暴力的じゃなかった。それにマリサ。マリサはすごく元気で、とても積極的な人なんだよ。信じられません。そんな世界、それにそんな私、ありえないですよ。だってここは、この幻想郷は誰もがいがみ合い、憎み合い、蹴落とし合う。神々から嫌われ、見捨てられた醜い世界。それがこの世界、幻想郷。この世界には希望もなければ夢もない。あるのはただの絶望だけ。一昔前、この幻想郷で大きな争いがありました。それはもうひどく、悲惨だったそうです。その争いのせいで、もともといた幻想郷の住民の4割以上が亡くなり、それに絶望した神々はこの幻想郷を離れていったそうです。そう、ここはもうこの幻想郷から逃げられない人だけが住まう、監獄の世界なんです。だから、私はこの幻想郷に生まれたことをすごく後悔しています。この世界の人々は冷たく、そして人の命を何とも思ってない人たちが多すぎる。そんな。もしあなたが迷っているなら、白霊神社に行ってみてはどうでしょうか。白霊神社の巫女、白霊霊夢様ならあなたを救ってくれるかもしれません。霊夢様。はい、霊夢様はこの腐った幻想郷で唯一の希望の光です。マリサはどうするの？私はもうこの世界を諦めています。あとは音沙汰もなく過ごせればそれで十分です。そんな。あら、あそこにネクラマリサがいるわよ。いつも森の中にいる引きこもりのマリサちゃんがこんなところで何やってるんですか？いや、その。はぁ、やっぱ相変わらずキモいわ。ごめんなさい、すぐに森に帰ります。そうよ、あなたみたいなネクラで引きこもりのマリサがこんなところにいたらみんながネクラになっちゃうじゃない。いい加減にしろよ、アリス。いくらなんでも言っていいことと、悪いことがあるだろ。あんた誰よ、まさかマリサちゃんの彼氏ですか？この幻想郷も捨てたもんじゃないわね。こんなネクラマリサでも彼氏ができるんだからね。僕の世界のアリスはマリサが大好き。つまりこっちの世界のアリスはマリサが大嫌いってことか。ふん、なんか今日ダメだわ。私用事あるから。そこどいてよ。ふん、もう私の目の前に現れないでよね。大丈夫ですか？ちょっと押されただけだから。とりあえず、霊夢のところへ行ってみるよ。はい、私はもう森に帰ります。いろいろごめんね、マリサ。いえ、むしろ謝るのは私の方です。それに何度も助けてもらいました。あなたもなんとかこの世界から出られるよう頑張ってくださいね。それでは。仲が良かったみんなが嫌い合い、傷つけ合う世界、どうにかできないのかな。とりあえず、白霊神社に行ってみようか。もしかしたら何か情報を得られるかもしれないしね。